はい、どうも、こんばんは。2018年4月の23日、1時5分です。よろしくお願いします。キツネ枠です。どうも、夜更かしですね。ハートありがとう。どうも。みんな夜遅いね。はい、ワドツ。いらっしゃい。腹減ったな。配信会のブレインマネージャー的な立場。いや、そんなことやったことないけど。全然ブレインマネージャーの意味がわかんない。人のブレーンなんてやるつもりないよ。明日は休みなんだ。ブレイング？ブレイングマネージャーって何？いや、キツネ枠やりやすいかも。ダメ？プレイングマネージャー？バンになってないけど、バンになってないから放送やってんだけど、どういうこと？何がバンになったの？よくわかんねえわ、言ってることは。プレイングマネージャーってなんだろう？ああ、いや、ネットに期待しない方がいいよ。世の中ってバカばっかりだから、ひどい書き込み、汚い書き込みとか、いっぱいあるよ。でもね、もうブロックするのがいい、リスナーさんが。この人のコメント嫌いって、配信者も嫌な人ブロックするでしょ。それと一緒よ。見たくないものには、リスナーさんが蓋をしないとダメ。もう俺がやってもキリがないから、リスナーさんが選ぶの。花火師離れていった理由は？花火師に聞いてください。花火師のことは。花火なんてね、投げるときは投げるし、投げないとき投げないから理由なんかないよ。ただ気が向いたからっていう理由だよ。なんか神々の戯れだから、花火投げるか投げないかは。だって別に何の脈絡もなく、いきなりファンタスティック100発とかもらったりするんだから。そんな、なんで投げてるのかもわかんないし、なんで投げないのかもわかんないよ。あ、自らプレイヤーとなってマネージメントもする人？いやー、人のマネージメントなんか大っ嫌いだもん。やだやだ。ブロックするとその人はどうなるの？その人のコメントが見えなくなる。10号さんだけその人のコメントが見えなくなるの。他の人は見えるの。ブロックすると、例えばそのリスナーさんが配信始めたとしても見えなくなる。バガありがとう。ワドちゃん稼ぎすぎだから今月はもう花火やらない。どこが稼ぎすぎなんだよ。なんでそういうこと言うの？稼ぎすぎてねえから。そういうみみっちいこと言わないでバンバン投げてよ。余裕あんなら頼むぜ。いろいろはやりたいわけじゃなくて、俺がもともと、遊びで生計立ちたいから、理想としてる人が所ジョージみたいな生き方やってる人っていうか、なんだかわかんない人いるな。リリー・フランキーとか、サブカルの人ってそうなんだけど、絵も描くし、俳優もやるし、脚本、裏方もやるし、みたいな、そういう生活に憧れてんのよ。職業なんなのって言ったら本人もわかんねえわ、みたいな。そういうのが、好きなんだよね。売り上げも報告しろって何？俺は人の枠でアイテム投げたこと一回もない。それやったら終わりだと思ってる。映像作家っつうか映画監督はやりたいね。太ったね。体重増やしてる今。匿名さん、風船ありがとう。これは他の枠で投げないね。
分投げることは一回もないと思うな。ポケット Wi-Fi でも問題なく、要はエリアによるんじゃないですか。配信してるエリアがポケット Wi-Fi の電波がなければ、いくらパソコン持っててもポケット Wi-Fi 持ってても放送できないですよ、うん、はいはい、おやすみ。これだけ稼いで貧乏とか、これだけ稼いでって、なんで俺の稼ぎ知ってんの19号さん。あのさ、分かった、俺の今の稼ぎって俺が理想とする稼ぎの20分の1なんだよ。20分の1だから俺からしたら全然稼げてないの。20倍稼がないと自分らしく生きらんないの、ね、データの話だけど、次の月初めはゴールデンウィークに散財したいけど、こういう商売に金が回りづらくなる可能性、今のうちは。いやいや、そう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 、あの本当にそうで、稼げる時に稼がないとダメだと思ってるね。知らない、配信業名乗ってる人に聞いて。うんと、俺は配信業名乗ってないから知らない。話聞いてる？バカなの？配信業名乗ってるやつに聞けよ。俺名乗ってねえから。うん、うん、俺は配信家ね。名乗ってねえから。俺配信業って意味が分かんないの。配信業って建築業とか業種なの。職業聞かれて業種名乗るやつ、俺頭悪いやつだと思ってるから。配信業とか言ってバカなんじゃないのって。俺配信業名乗ってないっす、一回も。言葉遊びじゃないよ、言葉の意味が全然違うもん。俺は無職だよ。いや、言ってない言ってない。 YouTube にタイムシフト全部載ってるから持ってこいよ、 YouTube から。何時何分どの映像にここで配信業って書いてあるって。いや、だから証拠出せよ、うん、配信アイテム収集か。うんこしてきてもいい、ダメ、うん、許さない。俺の放送中にトイレ行くやつとか考えられないわ。はい、お疲れ。論より証拠っつうか、名乗ってないもんは名乗ってないから、自分の言ってないことを聞かれても分かんないよ。うん、出産しながら俺の放送を聞くぐらいのリスナーもいるぐらいだから、ちょっとリスナーとしてね、甘いよ。いや、カンナとかどうって言われてもね、それ聞く人の問題だって、何が聞きたいのかよく分かんないから。証拠ないと分からないんじゃなくて、何が聞きたいのって話でしょ。うんこしながら見てる時もあるけど、ごめんね。いや、それは正しい見方だね。うんこしながら見てほしいの。お風呂に入りながら見てほしいの。何やってる時も俺の放送を見ててほしいの。それは正しい見方だよ。彼女とセックスしながら和道の放送がついてるっていう。
アイテムタイムやってないですね。ファンタスティックありがとう。何？ファンタスティックありがとうって。意味がわかんない。ごめん。お風呂に入りながら見てました。セックスするときにワドさんの放送を見たけど、相手なえてた。すげえな。それやったことあんの、本当に。24号さん。相手なえてたって、多分女の人かな。すげえな。家族で俺の放送見てんの。やっぱ。パルパルはいい配信者だと思う。パルパルの放送見ないからわかんないね。あるんだ。え、女性ですか？ 24 号さん。それ相手なえるでしょう。男の放送を見ながら、いや、それなえるでしょう、彼氏も。やば。それはなえるわ。例えば、俺がのんちゃんとセックスしてるとき、のんちゃんが香川さん見てるってことでしょう。なえるっつうか、怒るね、俺だったら。すげえな。やば。え、なに？それは俺のことを想像しながらセックスしたいってこと？そういうことではなくて、単純に放送を見逃したくないからってこと？いや、そういうことでしょ。俺がのりこセックスして、のりこがイヤホン聞いてると思って、何それって聞いたら、なんか、毎度とか聞こえてくる。そういうことでしょ。それは彼氏なえるでしょ。かわいそうだよ、それは。あ、そうだね。俺は聞くっていうのに特化してやろうっていうのは意図的にやってるから。それは正しいと思う、サンゴさん。ああ、そうか。放送を見逃したくないからか。でも彼氏は多分勘違いしたと思うよ。すげえなえると思うわ、それ。ドレさんの枠だったらダブルショック。ちょっと笑うかな、ドレさんだったら。香川さん生々しくない？ ドレさんは笑うかもしんない。あ、俺逆だわ。のんちゃんがフェラしてる時にドレさんの放送を見たことあるから、相当失礼なことやってるな、俺もな。ドレさんのコメントを打ちながら、ドレさんの放送を見ながら、のんちゃんがフェラしてることは多々あるね。それ、ドレさんからしたら、あ、じゃあ、のんちゃんからしたら何なのだよね。地獄絵図。何なのだよね。のんちゃんかわいそうだな。あんまりしないですね。セックスの頻度はだんだん落ちてますね。だんだんダメになってきてるかな。 まあまあ、そんなもんでしょう。まあ、ちょっと失礼だよ。でもなんか無作為にフェラされるの俺好きなんだよね。なんかこう、セックスに集中しないで別のことを頭をフル回転させながらエロいことをさせると、すごくエロがスパークするの。なんかこう、論理的な構造とかさ、あるじゃん。だから哲学スレッドとか見ながら、時間とは何かとかさ、量子力学とかさ、シュレディンガーの猫とかを見ながらフェラされると、すごいスパークするの。これわかんないかな？わかる？なんか二重スリット実験とかをウィキペディアで見ながらフェラされると、
二重スリットが勝つのかフェラが勝つのかみたいなこうせめぎ合いが始まるわけよ。でそうするとこうぶつかるわけ、その2つのこう脳の情報が。ですごいパワーが溢れてきて、それが面白いんだよね。わかんないかな、うん、いやいや、バックでついて参考書を載せて勉強するじゃなくて、セックス的なエロモードじゃない脳みそでいるの。もう完全にそっち側にガーって頭を働かせてるけど、のりっこがエロスをエロスでこう力を加えてくるわけだけど、お互いがお互いこう戦うわけですよ。で最後うわーってこう勝つわけじゃん、エロが。それがすごい、それがすごい面白い。そうで、そのなんていうのかな、まあ二重スリット実験でもいいし、シュレディンガーでも何でもいいのよ、仏教でも。そう、ありがとう24号私、うん、ありがとう、正体明かしてくれんのね、うん、お前かよ最低だな。あ、でも俺は逆にその24号でオナニーしたいね、うん、すごい興奮した俺は俺の放送を聞きながら彼氏とセックスして、それに慣れてるのを想像しながらちょっとオナニーしてみようかな今度。もう泥沼だよね、わけがわかんないよね37号ありがとう風船、うん、面白くないコメントはスルーっすね基本的に。何がなんだか、あ、でもね、あのね、俺ね、リスナーさんとセックスはしたいっていうのあんまりないんだけど、俺女性のリスナーさんに結構お願いしてることがあって、あの俺でオナニーしてほしいっていうのは未だにあるね。あのタイプじゃなくても性的に興奮を覚えなくてもいいから俺でオナニーしてって結構ねニコ生の頃頼んでて、でそしたら DM か LINE で感想を送ってって言うんだけど、すっごい面白い結果が出てくんだよそれって。っていうのもあのね、やってもらうと分かるんだけど、女の人ってほぼ妄想なのよ。いやこれ面白いんだよ、あの全然俺じゃない性癖のキャラクターとかでするから、その人に質問返すの、こういうプレイでこうでこうでこうですごく良かったとかすごく悪かったとか言うんだけど、その人に質問するのよ、そのプレイ好きなのって聞くと、あっていうの。だから単純に目的は俺でオナニーしてもらうことじゃなくて、そのリスナーさんがどんな性癖持ってるのかはバレるっていうテスト。面白いでしょ。だから和道さんに後ろからレイプされましたって言うと、レイプ願望あるんだって言うと、あってなる。そう、男性リスナーで俺のオナニーするって、それ面白いな。それ誰かやる人いる？じゃあ分かった、今男性リスナーで今この瞬間俺の画面をつけながら今この瞬間オナニーできる人いないですか？それ面白くない？でこれはもうリアルタイムで、女の人がリアルタイムじゃできないのは分かってるから、男ならリアルタイム誰かいない？勇者、いや、やってよ、誰か一人ぐらいやってよ。で果てたらその感想を書きながらやってほしい。すげえ面白いそれ。男で誰かトライしてくれる人いない？勇気ある人、俺のオナニー、俺の画面見ながらオナニーで、ドレさんやってんのかな。でもね、ドレさんやってるかどうかわかんないけど、うん、誰かいないかな、ワドに、うん、いや37号さん花火投げてよ、頼むよ、うん、誰かやってくんねえかな。寝かまだからできますが、感想が恥ずかしいか。え、だって匿名枠だから別に言えるじゃん、37号さん、うん、全然できるっしょ、うん、感想を言ってくれないとこの放送の面白さないからな。とりあえず触ってみたけどピクリともしなかった、ありがとうトライまあそうだよな、そうだよね、うーん、卵味噌に頼むか、それいいな。たまにこういうね的確なアドバイスするやついるんだよね。分かった、今のこれが正しいんだよ。何かやれって言った時に本当に的確なアドバイスだと拾えるから、こいつ天才。よし、ちょっと待ってね。
寝てんのか。寝てるか。寝てるか。誰かいないかな。寝てるな、卵味噌。ダメだね、寝てるね。ドレスさん今あれコラボ配信やってるから無理だね。アンコロのサムネで毎日しこってる、変態だね。アンコロ多分美人だと思うよ。シルバーアクセサリーもまた逃げてやめたんですか。また逃げてのちょっとまたがよくわかんないけど、やめてないけどシルバー、女性ですけどいけました。え、何、どんな妄想でやったの。え、今やってくれたの、フィニッシュしてくれたの、ありがとうございます。34号さん、ああいや、そうだよね、和道でオナニーした男ですっごい良かったらどうしようってなるよね。うわ、すっげえいいじゃんってなって、だったらすげえ嫌だよな。あ、それ怖いな。怖いね、なんかね。自分のなんか中にあるモンスターを引き出しちゃうんでしょ。嘘だろ、みたいな。すっげえいいじゃんって。42号がニュータイプに進化するんでしょ。やばいね、それ。でも、そこをあえてやってみてほしいんだよね。亀島さんは多分本当に怒る可能性あるからな。どうなんだろうね、新しい扉だよね完全に。あー、トライしたら最後。え、36号さん女の人、嘘、セーラー服の和道がガチムチ3人に侵されてる、オナニーでいけた。あ、でもね、俺ね、多分ね、あのゲイではないけど、タチか猫で言ったら猫だね、俺は。またいらない情報が80人に伝わったね。速報、雑談たぬき今書かれてると思うよ。雑談たぬき連投されてるよね。和道は猫って。和道は猫って書い、雑談たぬき書いていいよ。それさ、その放送を見てないで次の日に見たやつ、なんでこんな和道は猫、和道は猫って書いてあんだみたいな。え、猫かみたいなね。そんな可愛くないだろうみたいなね。いや、和道は猫でしょ。俺はね、どちらかっていうとね、猫だと思うね。諦めて受け入れられそう、ガチムチに侵されたら。和道は猫。いや、俺はタチではないな。うん、猫だね。速報、ドレさんも猫。ドレさんは猫だね。俺入れられる方がまだマシなんだけど、入れる方って自分の意思じゃん。だけど入れられる方は、あ、でもね、俺だから女性に侵されたい願望強いもんね。ああ、興奮するかも、36号さん。ユカチーでやったことあるけど、ちょうどフィニッシュの時ユカチーが気持ちいいって大きい声で言ってくれて、タイミング的に良かった。あ、奇跡だね、それはね。いいんじゃない、汚い話題で。こんな汚い世の中だから。ひどんなはね、俺ひどんな落とす自信あるよ。ひどんなを本気で惚れさせる能力は俺にはあるよ。あ、わかる。浅野先生すっごい美人ですごいグラマーなんだけど、性格的に萎えるよね。なんかこう中身を知れば知るほど、なんかこう、なんつうの、側がいいけど中身ダメなタイプだよね。藤沢奈々さんわかんないな。ひどんなとコラボしてほしい。
いや、多分面白くならないから、お互い損するだけだと思うね。台本が必要だね、ヒドンナさんとコラボするときは。これだけど、ヒドンナさんのタイプの人は、俺、メロメロにする自信があるね。一回デートしたら多分惚れると思うよ。ヒドンナさんは落とす自信がある、俺。ロハコさんは、チンコが立たないのね。だから誤解してるんだけど、ゲイはゲイなんだけど、ロハコさんってゲイ寄りのバイセクシャルなんだけど、フェラ専門なの。な、受けでも 受けでも、立ちでも猫でもないの。シャブなの。生粋のシャブなの。浅野先生ね、なんだろうね。下品だよね。どの辺でメロメロにできるって思うの？俺とデートしたことある人ならわかると思うけど、俺めちゃめちゃ紳士的なの。びっくりするぐらい、リアトする女性とかすっごいメロメロになるの。俺は普通に立ち振る舞ってるだけなんだけど、リアト通したことある女性ならわかると思うよ。うまいんだよ、そういうのが。だから、要は、俺ね、これね、ゲイの人に絶対やるのが、俺、ゲイの人、これ意図的にやってるわけじゃなくて、ゲイの人とか、そういうセクシャルマイノリティの人、完全女性として扱うの、俺。だから、ヒドンナともし遊ぼうって言ったら、俺、女性として必ず扱うから。そういうところがね、多分、メロメロにする自信があるね。配信外では話さないんだけど、話してた時期があるし、リスナーさんとデートしたことも何回もあるの。昔の話ね。ニコ生時代の初期の頃。モテたよ。自分のことをよいしょしてるつもりはないね。そう、だから、俺はドルさんを女性として扱ってるからね。だけど俺ね、いや、俺ね、俺は猫だね はい、ワドモは猫。これいいな。俺ね、多分猫だね リスナーとオフパコしたことあるの？いや、ないって言ったら嘘になるよね。俺何回もあるよ。猫って掘られる方。そう、立ちっていうのは入れる方。メス猫ワード すごいパワーワードだよね。メス猫ワード。ノレさんは俺の予想はアメリカに留学中に黒人に無理やりレイプされたっていう。で、本人は本当は潜在的にゲイなんだけれども、そのトラウマでゲイを恐れるようになって戸惑ってるっていう設定。わ かる？無理やり泣く泣く黒人数人に思いっきり侵されるの。で、トラウマになってるんだけど、本当はゲイなの。だけど、その本当のゲイの自分とトラウマがフラッシュバックして、こじらせてああなったっていう設定で付き合ってる、俺は。わかる？そう見ると、なんかこう、ドレさんの放送がより面白くなる。なんかゲイに対する過剰な敏感と過剰な反応も薬と笑えるようになるの。わかる？勝手に俺はそういう設定をこう作ってるね。そうするとドレさんの放送が笑えるの。グリグリはしないね。すっごいいろんな触り方する。時間は2時間でも3時間でも、11号さんが納得するまでいろいろやる。それはやめた方がいい。翼の折れたエンジェルって、そういう使い方だったの？翼の折れたエンジェルってそういう話なの？30行、30号いいね。なんか狐枠になるとコメントスキルが格段に上がるよね。俺さ、この返しでさ、翼の折れたエンジェルだねっていう返しってパーフェクトな返しだと思うんだけど。どうなの？このコメントってもっと評価されるべきだよね。すごいな。30号、なんか、ねえ。なんか、こんなコメントスキル高いリスナーいたんだね。
多分設定じゃなくてリアルでしょ。俺の洞察力で、推測と洞察力半端じゃないから。うん、いや、過敏、あのね、過剰な反応はやっぱレイプされてるんだよね。うん、日本語おかしくない？クリちゃんは舐めれば喜ぶって何？どういうこと？日本語がぐちゃぐちゃなんだけど、意味が分かんないよね。いや、もうずっと30分間意味が分かってないよ、俺も。意味なんてないよ。だからさっきの枠で言ったでしょ、配信で起こってる全てのトークは奇弁だよって、こういうことだから。フュージョンセックスは3回ぐらい、いや、もっとあるな。7回ぐらいあるかな。フュージョンセックスは結構あるね、俺は。いや、だから、なかなかすごい時は、名言結構もらってるよ、女の子から。入れた瞬間に行っちゃったっていう、パワーワードもらったこともあるし、女性のオーガズムの時のセリフで、すごいなっていうのいくつかあるもん、うん、助けてって言われたことあるの。喘ぎ、オーガズムの喘ぎ声が助けてだったからね。俺とその子しかいないんだよ。俺ずっとその子は誰かに向かって助けてってずっと言ってるんだよ。それあれだよ、変な意味じゃないよ。そのレイプ的なことはしないから、和漢の和道だから。和道の和は和漢の和だから。いや、助けてっていうの言われたことあって、あ、でもね、あのね、正直言うと、何人目くらいだろうな。もう、最初のセックスひどかった。あのね、二人目の彼女もそうでもなかったの、俺のスキルが。すっごい手応え感じたの、多分5人目あたりからこれだっていうのがあったの、俺の中で。あ、セックスってこういうことなんだって。だから俺の中ではその5人目からはセックスは終わったんだよね。セックスのその探求っていうの、もう完全に女性の構造が理解できたのは5人目ぐらいだった。うん、彼女は浮気したら多分絶対ダメな人だと思うよ。うん、オフパコしたので一番年下って誰？全員年上だね。だから本当に俺年下ダメなんだって。全員年上だったからちょっと吹き出しちゃった今。全員年上だわ。うん、年下ない。 S キッスではないね、俺は。うん、年上好きっすね。うん、のんちゃんお薬飲んでんの？のんちゃん起きた？この話やめよ。のんちゃんが今起きてお薬飲んでるから、この話やめよ。ごめんね。のんちゃんがお薬増えちゃったから。うん、アンコロとやりたくてしょうがないんですけど、どうしたらいいですか？知らないよ、そんな。うん、最近はしてないっていうか、彼女ができてからね。うん、いやだから、そう、俺ね、33号さんね、俺絶対それあると思う。要は母親に虐待されてたから、俺マザコンなんだよ、はっきり言うと。それはね、自覚あるの。年上の女性に惹かれるのはあるんだよね。近親相関じゃないの。要はね、母親とセックスしたいじゃなくて、母親っぽいものに憧れがあるんだと思う。多分。それは50号さんがまだ浅いんだよ。簡単に言うとね、俺ね、それ分かってるのが、
セックス、女性のセックスがオーガズムに行くトリガーっていうのはタブーなの。性的なタブーなの。だから俺のタブーが多分トラウマなんだよ。そう、虐待されてた俺は母親に、うん、いや、あの年上の女性の方が僕は好きです。 あのね年上の女性っていうよりも、なんつうんだろう、母親っぽい人にこうグッとくるところはあんの。なんかこう母性本能が強い人っていうか、そうそうそう、母性に対する性癖があるんだと思う俺が。解放に母性は感じないかな。解放はどちらかっていうと甘えたいタイプだから、だから俺としてはグッと来ないんだよ、うん、いや気づかないでしょじゃないよ。馬乗りになって発狂しながら殴られるんだよ。真冬で雪降ってる日に3日間外に放置されるんだよ。気づかないわけないじゃん。寝てる時に思いっきりドーンって踏みつけられるんだよ、溝落ち。それで虐待じゃなくて何が虐待の。お前サクッとらの顔見たことねえからそういうこと言えんだよ。多分甘えたいんだろうね俺が。うん、裸エプロンとかはグッと来ないね、だから、うん、いや母親のサイコパスだと思うよ本当に。いや逆ってそこじゃないんだよ。だから50号は間違ってるの。分かんねえかな。例えばよくあるのが、死体が性癖な人っているの。士官榊原生徒とかもそうだでしょ。あれって多分性オナニーとかを知らなくて性的な興奮が分からなくて、多分ね俺の予想だと榊原生徒は死体を見ちゃったんだよ子供の頃に。多分自殺した死体とか発見しちゃったので、脳がバグを起こしてその時に射精をしちゃったんだと思うの多分。で死体を見ると射精するっていうのが結びタブーと結びつくんだよ、恐怖って。わかるかな。だから母親を犯したいわけじゃないの。不正みたい、あの不正じゃない、母性みたいなものにその惹かれるっていうか、コンプレックスと性癖って結びつきやすいの。わかんないかな。母親に対して性的な興奮は一切ないよ。ないものねだりっていうよりも、その甘えることができないっていうトラウマから女性に対して甘えたいって思うっていうか、なんだろうね、説明するの難しいんだけど、うん、いや50号は分かってないじゃん。そう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 、猫とかを殺して、動物をずっと殺してたで、オナニーしてたずっと。だから多分その死体と性癖が結びついちゃったんだよ。多分なんかあるんだろうね。ないね、うん、馬乗りっていうのはマウントポジションね、うん、でもまあそれは性癖だからしょうがないよね。どうコントロールもできないからね。試し行為、わかる。俺は初めて射精したのは登り棒登ってる、棒登ってる時だけど、大人になった今でも登り棒を見ると勃起する。ああ、だからわかるわかる。多分棒で勃起するんだろうね、うん、でもそういうことなんだよね。でも別に棒が好きとか棒を犯したいわけじゃないじゃん。トリガーになってるだけだから。あ、足に遠い方がネクロフィリアの率高いんだ。田中どこ行った、花火投げない、花火投げてよ。いや、登り棒と
登り棒と鉄棒は女の人がオナニーを覚えるののきっかけの一番多いやつなんだよ。だからね、多分ね、あの女性に聞くとオナニーどこで覚えたっていうと登り棒っていう女の人多いはずなんだよ。女性多いでしょ、これ多分多いと思うよ。あ、だから俺ハローワークに行く40ぐらいの明らかな独身な人にドキドキしたりするの。綺麗な40ぐらいのくたびれたハローワークの受付嬢とか、スーパーの主婦は実は萌えポイントだから21号は正解なの。綺麗なそのおばさん見ると興奮するんだよ俺。だから21号ね正解。ハローワークと、ハローワークでね、俺のんちゃん付き合う、お前ナンパしようかなと思ったもん。40ぐらいのババア、すげえ綺麗なババアで明らかに独身だったから、ちょ口説きてえとか思って。でも働いてないのに無理だよな、生活保護だもんなとか思って、うん、それは正解、うん、あ、飯島愛を見聞きするだけでドキッとするんだ、うん、あ、一輪車もよく聞くよね、うん、風間由美、いや聞いたことないね。あ、でなんで母親と違うかっていうと、母親と全く別の女性のタイプが好きの。だからのんちゃんとかって女性らしい女性じゃん、可愛らしい人じゃん。母親がそのタイプじゃないの、あの気の強いなんか男みたいな女なの。だからないよ、むしろそのこういうお母さんだったらいいなみたいな柔らかいタイプの人が好きなの。明らかに独身って、お前さ女の人見て独身かどうか気づかないの？相当やばいと思うよ52号。お前童貞だろ52号。言っちゃ悪いけど答えて、本音で言って。お前さ女の子と会話したりとか女性とファーストコンタクトで独身かどうか判断できないってお前童貞だろ。52号ちょっとそれ多分当たってるから答えて、童貞でしょ。あの普通の男の人の感覚って、あの結婚してるか子供がいるか、あの喋ったり見たりしただけで分かるよ。これ俺別に尖ったこと言ってないよ、多分童貞なんだよ。20歳の時車で大きな交通事故やったんだけど、家に帰ったら何回もオナニーしてしまった。あれは異常だった。何言ってるか分かったよ。それは他でやって、童貞じゃないの？普通分かるよね、結婚してるかどうか子供いるかどうか、うん、俺電話持ってない、俺電話持ってない、だからあなたに電話してない、うん。55号さん、俺電話持ってない、わからない。俺わかるけど、あ、危機的状況を経験すると性的に高まるのは本当だよ、うん、指輪なくても俺わかるけどね、 LINE で非通知はかけらんないよ。いる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 、LINE で非通知で通話することっていう機能がないよ多分。俺はやったことないから分かんない。だからあなたが何言ってるか全然分かんない俺。57号みたいなコメント書くので面白かった試しが一回もないんだよ。自演やめた方がいいよ。あー、複雑っていうかちょっと黒歴史だよな。わかるわ、そういうのあるよね。
塩関数、そう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 。だから疲れマラって言って男の人だと分かるんだけど、すっごい極度に疲れてると勃起するんだよ。だ交通事故でなるのもそうなの。死ぬ間際勃起するの。それ正しいんだよ。最後の最後ワンチャン。すごいよね本能ってな。死ぬ寸前でパートナーがいないとしても、その天に向かってというか、その空だよね、空空とか何かに向かって勃起をするっていう、すごいよね。絶対確率的に子孫残らないよって、この状況でセックスしないよっていう完璧な状況なのに、最後悪あがきするっていう、ね、本能が、天まで天に届けっていう、そう疲れマラの正体だね。人妻デリは人妻じゃないし、人妻 AV は人妻じゃないし、なんだっけな、 AV 業界ってすごいシビアな世界で、24歳から熟女なんだよね確か。みんながね、 AV 業界の専門用語ってすごいんだよ。確かね、24ぐらいから熟女扱いになるんだよね。本能が命を感じると死を保存するためにエネルギーが集中する、俺はあの予定をなるべく作らないように生きてるかな。予定を作りたくないのね。予定はなるべく開けてますね僕は。不確定な要素を作っておきたいの。確定的な要素を作るとなんかそこに引っ張られるっていうか嫌なの。意識を集中したくなくて、予定が向こうから来いよって思ってるから、予定の方が向こうから来てほしいの。俺が予定に合わせるんじゃなくて、予定が俺に合わせろよっていう。あ、それそうでしょ。人妻デリに来るお客さん人妻だと思う、設定を楽しんでるわけだから、それは人妻設定崩れたら怒るでしょ。人妻デリ呼んでるんだから。そうそう、熟女キャスティングされるね。いや、なんつんだろうな。いや、だから予定を組むって仕事できないやつがやることだと思ってて、予定を組まないとダメなんでしょ。で、本当にすごいやつは予定を組もうとしてるやつが伺いに来ると思ってるの。言ってる意味わかる？俺の都合に合わせるはずなの、俺がすごかったら。で、そういう仕事以外は断るべきだと思ってるの。わかる？いや、いつでもいいんで和道さんこれやってくださいよって言って、じゃあ空いてる時来なよっていうのが正しい対応だと思ってるの。わかる？だからそれは予定が向こうから来るべきって、俺が予定に合わせるって向こう側に合わせるってことよ。まだすごいかすごくないかどうかとして俺は組みたくないっていう気持ちがあるってこと。それが伝われば本意。うん、人妻デリ読んで自分の奥さんが登場する確率ってどれくらいなんだろう。それでもし奥さんが登場したとしたらバカすぎるね。働くエリア考えろよっていう。バカすぎるわ。何近所で働いてんだよ。近所のデリヘルで働いてんじゃねえよっていう。ていうかまず人妻じゃないよ。人妻がデリなんかで働くわけねえじゃん。若い時何回も、はい、大丈夫かな。あ、そうだね、シングルマザーだね。あのさ、62号さ、一言だけ言っていいかい。相変わらずつまんねえ配信やってるなって言うけど、62号一言だけ言っていい？あのさ、一回見て勉強しろよ。つまんねえ配信に何度も来んじゃねえよバカが。
お前頭悪いのか？何回見てもお前が一回でもつまんねえと思ったらずっとつまんねえから、いつ来ても期待してんじゃねえよバカ。64号さんはどつ？27日の川越の捨て子の練習会はまだ迷ってるかな、まだ考えてる。っていうのもなんか辰彦から誘われたんだけど、なんかちょっと違くねえかって思ってんのが、直樹兄さんが来なくなったので来ませんかって言われたの辰彦から。俺直樹兄さんのバーターではなくねえかと思ってて、それってなんか違くない？直樹兄さんが来なくなったんで来ませんかって、そんなのさ、直樹兄さんと辰彦がキャスティングしてたわけじゃん。いやそれってダメでしょ。直樹兄さんと辰彦が約束してて、で直樹兄さんが出ないって自分の都合で言われたから俺を誘うって言ってるバーターでしょ。それなんかどうなんだろうなと思って、それって穴が出たから出てくださいって言ってんのと一緒だからね。いやっていうつもりなんだろうけど、で俺その直樹兄さんが出るの研究よろしく頼むなって言ってるから、俺だったら誘わないけどね。いやだから数合わせ要因で呼ばれてるなと思って、いやでも前回ね出てくれたし協力はしないとなと思って、いやバーターと一緒だからねそれ、と俺は思うけど。いやクモンのカメラマン事件と一緒でしょ。いやだからなんかそのそういう意味じゃないのは分かるんだよ、辰彦はそういう意味で言ってないの分かるのよ。だけどそれその言い方はダメでしょっていうことは思うんだけどな。では練習してるよ。まあまあ行くのやめようかな、どうしよう分かんないけど。はい、わざつ。アドさん、モテる男って思われたいですか？先輩はやたら俺はモテるんだぞってうるさいんだけど。いや別にモテなくてもモテても別にどっちでもいいね。好きな人は好きだし嫌いな人は嫌いだから。行こう。どうなんだろうな、行かなくても勝てるとか、行くとかじゃなくて、行って交通費かけてお金かけて、で結局食えないから、あのだったら家で雑談やってる方が花火上がるから、俺は行く必要ないと思ってるかな。行って勝てるとか行って勝てないとかじゃなくて、普通に飯が食うのが最優先だから俺は。いや行って花火上がるんだったら 100% 行くよね。ただもう行っても花火上がんないの答え出てるから。新規リスナーはそれはね、それはカソナマヌシとかまだ名前が売れてない人だったらいいんだけど、俺の場合さ、もうふわっちで俺の名前知らない人なんかいないのよ。配信会で俺の名前知らない人いないから意味ないの、売名する必要がないの。そうだから12号さんさ、冷静にそれ言って、それもわかるよその理論も。だけどそんなのがふわっちにいる確率の方が低いでしょ。要は俺が出しゃばってるみたいになるのが嫌なの。アートプレゼントやだ。いや変にプライドとかそういうことじゃないの。いや行かない。いやプライドの問題じゃないよ。のんちゃん大好き、かわいい、ありがとう。ハートプレゼントありがとう。本番近づいてるから練習会行けるといいなって。どうなんだろうな。いや俺ね、直樹兄さんにすげえ腹立ってて、なんかさ捨て頃じゃ出んなよと思ってて、練習も隠す、なんかバカバカしくなってるから、なんか俺もね、なんかね本番まで練習隠そうかなっていうのもあるのよ。なんかムカつかない？なんかもう売名に利用されてるだけだから、
クソみてえな、もうなんか配信者としてダメでしょ。まず相手だって俺美味しくないもん、あんなドカソでやっても。で盛り上げる気ねえんだろ。あれ便所さんが注意しないのも若干腹立ってんだよね。それもあるんだよ。っていうかそっちもでかいんだよ、うん、ムカつかない？なんか隠していいと思うっつうか、盛り上げる気ねえのっていう、うん、俺はずっと配信捨て頃成功させたいっていうのがまず目的だから、まずそっからでしょ。でお互い盛り上げ合って初めて直樹兄さんといいし、俺テルとそれはできてたと思うよ。お互いディスリーはしなかったけど、俺はテルとそれやったつもりだから、ワンの選手全員やったつもりだから。なんか便所さんも直樹兄さんに気使ってんのか何なのか知んないけど、どうかと思うよあれを注意しないの。だからもうなんかそんなくだらねえなとか思い始めて、うん、いやる気ねえんだったら辞退しろよな、最初から出てくんなよっていう、そうそういう怒りもあるよね、うん、いやだからそれが汚いじゃん。放送を盛り上げるためとかさ、そういう気がないわけでしょ、うん、だったら別に本番でぶったたいてぶっ殺したらいいんでしょ、それでいいじゃん、うん、はいこんばんは。やる気ねえんだろ鼻から、うん、締めてやるよあんなの。まあ練習会についてはやめとくわ今回、喧嘩突？何喧嘩突って、うん、あーらしいよね、なんか人気すげえあったらしいよね。だってのんちゃんが雑談配信者初めて見たの直樹兄さんだって言ってたもん。ニコ生で雑談配信者を初めて見た枠が直樹兄さんだったって。頼むよみんな花火ちょうだいよ。負けたらどうする、負けたらどうするっていうさ、俺松本人志が考えた罰ゲームっていう発想意味が分かんなくて、なんつうんだろう、負けた相、負けることが罰なのに、負けた相手にさらに罰を与えるってさ、罰っていうのは悪いことをした人に教育的に罰を与えるの、悪いことをした人に与えるものなの、負けることがそもそも罰なの。なんで負けたら罰を与えるっていう発想なの、それが全然意味わかんないの。じゃあ勝ったら何かするのっていう話なのよ。別に負けは負けだよ。負けたらどうするって、どうもしないよ。なんで俺がどうかしないといけないの。そうそう、捨て子の趣旨分かってないよね。いや、やらないやらない。負けたらどう、勝ったらどうとかないよ。愛はどつ。いや、やんないやんない。負けたら何かするとか全然やるつもりないよ。
いや、そもそも俺は別に格闘技イベントに因縁とか必要ないと思ってるから。だってさ、いや、格闘技界の因縁はわかるの。それ格闘家が何戦もやって、あいつにどの試合で負けたとかは因縁わかるじゃん。そもそもなんだけど、第1回で第2回しかないの。で、選手がお互い被ってないの。因縁なんてあるわけないじゃん。バカだの。それはたまたまでしょ。いや、1時間喋り続けて花火ゼロだね。そんなに悪い枠だと思わないんだけどね。まあいいや。いや、全否定してないけど。風船ありがとう。いや、俺、便所さんが直樹兄さんに忠告与えないのはどうかと思うよ、プロモーターとして。そこはおかしくない？やっぱり。明らかにだって何の宣伝もしてないでしょ。いや、練習会俺も1回だけやったけど、そんなクソ馴れ合いだった。俺自分で1回やったけどね、テルと、リスナーと、あと達彦と、結構ガチでやったつもりで、結構7回ぐらいダウンされたけどな。結構体張ったつもりだったんだけど、達彦結構ピッチ上げて結構すっ転ばされたよ。やっと足治ったぐらいだもんな。ね、いや、1はなんだかんだ豪華だったよね。2はなんかどうなんだろうね。どかそからスターになる人出てくんのかな。去年ドレさんだったけどね。今年は出ないかな。でもまあ今年結構俺は結構美味しいかなとか思ってんだよね。光くん、公文竜、テルと光くんと俺ぐらいじゃん、有名どころって。結構注目されると思ってんだよね、俺の試合は。そんな感じしない？なんだかんだ別に楽しみじゃないけど見どころの一つになってるでしょ、俺の試合。なってない？その前回は完全に前座だったけど、今回は周りが雑魚すぎて、ちょっとまあしょうがねえ、ワド注目するかみたいになってるから、もう正直俺は美味しいんだよ。まあまあ、イベント的には最後の方が持ってくけど、そりゃそうだけど。シンデレラボーイ予想しなかったやつだ。リスナー楽しんでないか。あ、去年は何？なんだかんだ注目してたの？いや、去年叩かれまくってたからね。クモンが勝ったらね、勝った方だから。いや、テルに勝つのは相当厳しいと思うよ。ただ俺は今回クモンを応援してんの、ずーっと。俺は今回のカード決まった時からクモンに勝ってほしいと思ってるから。あのね、テルチャンピンの鼻をへし折ってほしい。クモン竜頑張れよ、ほんと。お前の年に帰ろうよ。絶対勝てよ、クモン竜。俺はクモンとテルが決まった時からお前を応援するって決めてたから。頼むぞ、クモン。
あいつは許せねえよマジで。テルの鼻っ柱をへし折れ、クモンに勝ってもらわないと困るから、うん、いやクソだよ本当に。あんな人間のクズはいないんだよ、うん、いや俺は最初から気に食わなかったと。俺の敵を取ってくれるのはクモン竜だって俺は信じてるから。あいつしかいないんだよ、あいつしか。頼むぜクモン。いや許せねえよ本当に。青山だけは許せねえよ。いや俺は大嫌いだから、あいつ青山大嫌いだから。いや俺大嫌いだから、最低だよあいつ。いや大嫌いだから。何時間煮込んだと思ってんだよ。いや許せねえよ本当。いやみんな嫌いだから、みんな TCP キモいって思ってるから、あー気分悪い。こと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 よ、悪を怒鳴るの嫌、ごめんなさい、すいません、怒りがこみ上げてきて、あーすいませんごめんなさい。あーすいません。どんだけ玉ねぎ炒めたと思ってんだよマジで。ボクシングルールでテルとやったら多分なんだけど6割方俺が勝つと思う多分。多分ね、6割方は勝つと思う。いやうまいに決まってるでしょ、うまいに決まってるでしょ。まずい要素があるわけないんだから。評判を落とすためにやってるんだよ。クソみてえなやつなんだよ。本当はうまいのにうまいって言わないんだよ。何杯おかわりしたのねえ、何杯食べたねえ、デブが何杯もおかわりしたっていうのが証拠が出てるんだよ。イメージを落とすためにああいうことするんだよあいつは本当に。いやそうでしょ、
デブがカレーを何杯も食うっていうことはうまいんだよ。おかわりしたどころじゃねえよ。パルパルが7杯は食ってたよ。そのたった半日で7杯食ってたんだよ。いや、食べてる動画タイムシフトに上がってんだろうが。いやいやいや、もう本当にあの調理方法で、じゃあテルの料理見てみろよ。クソまずそうだかんね。マヨネーズぶっかけてんだよフライパンに。そんなやつっていうか、あいつ昔から味音痴なんだよ。急に貧乏だったのが急に金持つようになったからね、高いもん食ってるわけじゃん。でも分かってない、本当にうまいもん。育ち、お里が知れてるんだよ、お里が。わかる？急に小金持ちになったから、いや、あいつの料理見てごらん。くっそまずいかんね。俺食ったことあるけど。くっそまずいよ、あいつの料理。あいつに料理まずいとか絶対言われたくない。俺の方が 100% うまい。いや、はっきり言って料理勝負やったらもうとんでもないよ。マジでまずいから、あいつ。いや、対決とかもうやだ。あいつと絡みたくないの、俺は。もう料理をバカにしてるとしか思えないし、味覚が狂ってるやつに何食わせても分かんねえから。味覚が狂ってるやつに料理がどうとか言われたくないの、俺は。あー、それは考えるね、12号さんね。俺は配信会で一番料理うまいから。俺は配信会で一番料理うまいから。いや、やんないやんない。もういいの。料理の話やめて。カレーの話やめて。カレーの話やめて。本当にイライラする。イライラするわ。あ、もういいから、この話題やめて。カレーの話題やめてください、本当に。腹立つわ。テルチャンピンって強いのかな。クモン竜みたいな中途半端なチンピラより和道さんと戦ってほしいな。ワンで負けてんだよ、うるせえなこの野郎。ああ、89号よ。もう決着ついてんだよ。格闘技の話もするな。格闘技は負けてるんだよ。ただカレーでは負けてない。負けてないのにな。格闘技の話もするな。負けてないぞ。知らねえよ。シーフード食えねえとか知ったこっちゃねえよ、こんなの。宣材写真で言ったら俺の方が強い。宣材写真、写真勝負やったら俺 100% 勝つわ。やってもいいよ。潜在写真で言ったらもう本当に俺に右に出るものはいません。明日明後日公開するから、俺の潜在写真っていうか配信会でナンバーワンの潜在写真だから。ああ、漫画の話とかね、アニメの話は定評があるね。あと仏教
加工はあるだろう。目をこうしたりとか、肌をこうしたりとか、目を少しフォトショップでこうしたりとか、いろいろするだろう、そりゃ。加工なしなわけねえだろ。どう考えても加工ありだろ。アドさん、ステーキありがとう。俺はブディストではないよ。そうだね。ただ仏教詳しいだけだね。何言ってんの俺。お前山の線一周にお前26時間かかってんだぞ。圧倒的に負けてんだよ。ビッグ引きながら26時間かけて山手線、橋本くんなんか7時間ぐらいで走破したわ。びっくりしたわ。こんなに速いのかよと思って。5倍だぞお前。何今日花火上がんねえな。もうやめよ。やめるよ。枠閉じるよ。花火を今すぐファンタスティック投げないと。大花火ファンタスティックか普通の花火ファンタスティック投げないと俺すねるよ。すねるよ。枠閉じるよ。ねえ、フォローしていいよ。大歓迎。ファンタスティックないの今日。やめちゃうよ俺。雑談見るもんないよ。いいの、いいの、いいの。花火がないと俺やめるよ。花火を投げてくれたらやろうかな。延長しようかな。どうする？どうしたい？見るもんないでしょ。暇でしょ。青山ってほんと性格悪いよな。なあ、これ前々から思ってたんだけど、テルチャンピンってほんとに性格悪いよな。思わない？俺前から思ってたの。あいつ性格悪いなって。思うっしょ。ザックが金になるわけないじゃん。ないよ。金になんないよ。TCP か、お前ら。ああ、そう。ああ、そうか。TCP か。TCP か、お前ら。あ、全面戦争だな、じゃあ。全面戦争。全面戦争だわ。花火対決だわ、これは。花火対決だな。花火対決。負けていいの？悔しくないの？え、TCP に負けて悔しくないの？悔しくないの？悔しいんだろう？
何対決したいのだテルと。なんだよもう本当に。どうでもいい。あっそう、はいはい。やべえな、しかし80分やって花火ないっていうのは陰りが出てきてるな。陰りが、陰りが見える。なんでそんなに偉そうにできるの？あなたが下から見上げてるから偉そうに感じるだけです。俺と同じフラットな目線に立てば俺の話偉そうに感じないから。ステージの下から和道のこと見上げてるから偉そうに感じるの。俺と同じステージに来いよ。俺がいかにフラットな人間かわかるよ。腹減ったなぁ。テルチャンビは一応結果が出てるって、あんなの花火師が優秀なだけだろ。向こうの花火師が優秀で、俺のリスナーがなんかあのあれだろ、なんかあのなんかどうしようもないのだったって話じゃねえの。違う、向こうのリスナーが上級国民ですごい金持ってて、俺のリスナーがなんか いやそういうことじゃないの。え、そういうことじゃないの。ポンコツだっただけでしょ。うちのリスナーがコッパ野郎だっただけでしょ。いやいや、俺そういうことだと思ってるんだけど、違うの？違うの？いやだから共倒れしてるだけなんじゃないの。おう。金あっても投げたくないだけだよ。絶対お前持ってないよ。絶対持ってないと思う。そうそう、俺に似てポンコツが集まっちゃったんだ。みんな花火投げんなよって。投げてねえじゃん。投げてるんだったら12号そのコメント聞くけど、花火なんてこの90分間全く上がってないの。な、上がってないところで上がるなっつっても上がってねえし、だからそのコメント全然意味が分かんないから。太った太った、増量してる、大丈夫。金持ちが集まる内容じゃない。え、テルは金持ち集まる内容なの？うん、テルは内容そんな感じか。うん、疲れる要素は確かにないね。嫌われる才能だけ飛び抜けてるんだよな。何なんだろうこれ。なんでこんな嫌われるんだろう。知らねえよ、お前が金あろうがなかろうが俺には関係ねえだろ。どこの配信サイトに映るの？ LINE ライブでしょ。 LINE ライブでダンス、セクシーダンスでしょ。すげえイケてる音楽流しながらくねくね踊るんだよ。
谷間見せながら。アイテム上がるたんびに歌うんだよ。いや俺色恋営業とか無理だよ。そんな器用なことできないよ。なんで金持ってねえ105号が私は金持ってる風な感じで書いてんの。 LINE ライブ 50% ぐらいじゃないの。セブンティーンやめたね。もう契約切れてる。いやいや花火上がったら上がったでそういうこと言わなくなんだよ。花火理由上がらない理由なんかねえから。花火上がらない理由なんかないの。上がってる時は言わないの。お前ら稼いでる時は。稼いでない時に生きってるだけだから。もうああだこうだ理由つけてるだけなの。金持ちがここでファンタスティックバーン投げたらもう全員黙るから。全員黙るから。そんなもんだよ。だから結果に結果が出たら黙って、結果が出てないやつを叩くのがお前らの趣味。うるせえな、愚痴ぐらい言わせろよ。お前90分間よ、お前トロピカルトーク聞かせてよ。なんだてめえこの野郎、チェリーピンクなトーク聞かせてメロメロになって、140人がこんだけ楽しんどいて、花火一発も上がんねえ、愚痴ぐらい言わせろよ。いいじゃねえかよ。何が悪いんだよ愚痴言ってよ。これ滑舌めちゃめちゃ悪いよ。結果出てるだろうがよ。早く結果出してじゃねえよ。今が結果なんだよ。花火ゼロだよ。だから結果出てんだろうがよ。花火ゼロだよ。うるせえバカ野郎。明日に引きずる。いや、俺はもう花火、あと何発だっけ？4000円稼いだから、あと6000円稼ぐまで寝れねえよ。6000円っていくらだ。花火12発もらうまで寝れねえかんな。寝ねえよ。仕事やるわけねえだろうがよ。いやもう一刻も早く飯食って寝たいよ俺は。うるせえなあマジで、ぐち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 よ。ハマってちゃんの暇つぶしじゃないです。プロフェッショナル。トークで飯食ってるの。トークで遊びで喋ってるわけじゃないの。わかる？俺は喋った分の対価で飯を食ってるの。プロなの。ハマってちゃんの暇つぶしとアマチュアと一緒にするな。プロ、プロフェッショナル。半端な気持ちでやってないよ。うるせえな。俺がプロだっつったらプロなんだよ。黙ってろ。うるせえ。上がるよ。うるせえなバーカ。上がるからうるせえよ。プロなの。俺がプロっつったらプロなの。お前らははいそうだねって、かっこいいねって、上がるねって言ってればいいの。わかる？ワド君面白いって、素敵っつって。
もっと聞かせてって、うん、花火上がったすごいねってかっこいいねってやってりゃいいんだよ。勉強しろよ。うるせえよ。プロ、俺がプロっつったらプロなの。うるせえよ、これから来るんだよ。うるせえよ、この次の30分で2時間分トータル来るだろうがよ。見てろ、じゃあ30分、今90分間温めたところだから。カレーと一緒、途中で煮込みが甘かったりとか玉ねぎが炒めるのがあれだから中途半端になるんだよ。おー、ドカンドカン来るから。後半すごい、すごいってみんな言うんだよ。わかる？投げて、もう114号さん行こう、ガンガン行こう。もう今日はアンチが張り切ってるよ、本当に。うるせえな、トロトロに煮込んでんだよこっちは、トークをよ。まあ見てろよ、見てろよ。いや俺はあれだから、あのそういうタイプだから。いや、こう、いや、違う、分かってない。前半花火がない、バーガーありがとう。前半花火が上がらない方が後半の伸びは半端じゃないから。後半の伸び半端じゃないよ。うん、ありがとう。98号さん待ってるよ。ありがとう。マジでどうしたんだろう今日のリスナー。マジか、マジか、今日のリスナーマジか。いやだから今日はもう100発ですよ。いや1000発、いや来るぞこれ。とんでもないやつが来るよ。ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット来るね。ふわっちのビル・ゲイツが来るよ。伝説の花火先発。いや来るね。来た。見えた。見えた。来るわ。流れ来てるわこれ。花火先発。花火の大会に何話すのじゃねえんだよてめえ。牛丼大盛り3杯も4杯も食いやがってよてめえ。食い逃げかこの野郎。うるせえや。花火くださいなんか一言も言ってねえよバカ野郎95号。花火が上がるっつって俺は予言してるんだよ。なあ、黙って見てろよ。黙って。花火くださいっつってんじゃないんだよ。自然と花火が俺の方に向かってきてるんだよ。今花火が来てるんだよ。なんで見えないんだよ。俺は見えるよ。花火が来てるよ。やってきてるんだよ。徐々に。あ、静かに見守れよ。投げろなんて言ってないよ。花火が歩いてきてるから。いや、先発ある、ある、ある、あるよ。あ、胃が痛い、お腹痛い。あ、言われる、似てるって。ジュノンボーイ系クリーミー男子だから。
佐藤健くんとかよく言われるわ。この前だ新宿歩いてたら、流浪に剣心の人ですよねって言われたから、違うでござるよって言っといたよ。やっぱりって言われたもん。すげえキャーキャー言ってたよ女子高生が。うるせえよ、トイストーリーとか出てねえよ。株価下がった？ちょっと待って、日経平均と為替調べよう。株価下がってるだろうこれ。日経平均、多分ねこれね、トレード、あーやっぱりやっぱりこれだわ。これほら、日経平均、やっぱり日経平均株価が 0.13 下落、これだこれだ。原因これだわ。うちの花火師今それどころじゃないわ。なるほど、やっとわかった。多分ね、為替も今多分ね、為替も大変なことになってるわ。なるほど。なるほどね。そりゃ花火上がらねえわ。これは厳しい。これは厳しい。日経平均と花火の数は変、完全にリンクしてるからね。特にうちの枠は完全にリンクしてるから。これだ。いや俺結構イケメンって言われるよ。あのだってこの前も言われたもん、ぶっちゃけた話テルと和道だったら普通に和道の方がイケメンだもんって言ってたよ。いや本当に似てる。あのテルと俺が本当に並んだらお前の方がイケメンだってドレさん言ってたよ。デニーズで言われたもん、面と向かって。アイスカフェラテを飲みながらドルさん言ってたよ。で正直和道の方が全然イケメンだって言ってた。いやドレさんが言ってた。ドレの深夜食堂が、正直お前は相当かっこいいみたいな。パンチドランカナ言ってる忘れてたわ、そうだったわそうだった、あの人机一つ作れない人だったんだ、忘れてたわ。ダメだな、机も作れねえポンコツだったわ。そうだ忘れてたわ、ダメだわ、ソースとして弱すぎるわ、いや夜飯食べてないよ、食べたいよご飯、お腹空いたよ、今日君を絶賛してた。誰が誰を、どれさんが俺を、お腹すいたな。
コンビニあるよ。いや、コンセプトとかないけど、別に。いや、ちょっと広末涼子は意識したけど、あのビーチボーイズをかなり意識したけど、反町隆史がほっとかない女、竹野内豊と反町隆史がほっとかない女は意識したよ。誰がポテトヘッドだ。いや、ビーチボーイズ古すぎてっつうか、年齢高いもん、うちのリスナー。花火が上がらなくて試行錯誤して苦しんでる窓が好き。いや、もうきついって本当に。それが許されるのはさ、最初の1時間でしょ。あー、マジかよ、つれー。俺5年目だよ、みんな。ねえ、俺5年目だって。ちょっと5年目だよ。ねえ。5年目だよ。いや、それが許されるのは2年目まででしょ。いやいや。5年目だよ。2年目までだって、これは。これが許されるのは2年目までだって。ほんと。こういう、いや、これは良くない。これは良くない流れできてる。これは、花火が上がらない方が面白い空気を作るなっつーの。これは本当に良くないから。これは、マジで、花火が上がらない方が面白いじゃんっていう空気を作られるのが一番困るんだって。ちょっと。いや、本当に、これ、本当に良くないんだって、この流れって。いや、完全にその流れをどうにかこうにか振り切ろうって頑張ってるけど、やればやるほどその空気でしょ。この流れは1月に味わった流れと同じなんだよ。いや、ダメだって、この流れって。本当に。いや、じゃあ俺作ってないから、この流れ。何楽しんでんだよ、花火上がらないの。ちょ、これ本当に良くないよ。いやいや、あげて、もう本当に。もう苦しいって。何、花火師、花火普段投げてるやつも楽しんでんの。この流れは絶対ダメだって。いやいやいや、いや、本当に良くないって。何、お前ら、何なんだよ。ダメだって。本当にこの空気は癖になるから、本当にダメなやつだって。ああ、入れ替わんの、的は朝方まで。ああ、辛い。辛いけど頑張ろう。入れ替わって空気変えよう。ああ、やばい。これ。ああ、夜はダメだ。ああ、あかん、これ。このリスナー手強いぞ、これ。いやー、きついわ、マジで。これはもう、下手したら半年、このまま続くぞ、これ。これあかんやつら。ああ。
いや、本当に飛ばないんだって。いや、だから いや、これ本当に良くないやつなんだって。いや、だから、俺の可愛い可愛い普通のファンたちが、今、ダークサイドに落ちちゃったんだよ、今。でも全員ね、暗黒面に落ちたんだよ。いや、もうね、いや、これもう花火どころの騒ぎじゃないんだよ。風船すら来なくなったから。風船すら。あ、ちょっと待って、叩かれる方にシフトするわ。ちょっと反論しすぎた。逆逆。囲いたくなる感じでいこう。囲いたくなるように叩かれろ。叩かれろ、叩かれろ。よし。俺はサンドバッグ。俺はサンドバッグ、俺はサンドバッグ。俺はサンドバッグ。俺はサンドバッグ。よし、来い。よっしゃ。アンチコメ来い。来いよ。あ、来いよ。叩けよ。叩けよ。叩け。囲うんじゃねえよ。かっこよくねえよ。かっこよくねえよ。ふざけんじゃねえよ。どこがかっこいいんだよ。叩けよ。俺の悪いところどんどん言えよ。詐欺師って言え。ふざけんな。キャーとかさすがとかいらねえんだよ。詐欺師だの。なあ。詐欺師だの、なんだの、あるだろ、いろいろ。どんどん戦え。どんどん叩け、この野郎。来いよ。あ、新鮮コメントありがとう。成田、俺、出禁だから。成田できんだから。いや、無理無理。成田はもう無理。成田はできん。同級生と目を合わすことができない、俺は。いいんだよ。俺は、あの町では俺は死んだことになってるから。いや、いいわ。いいわ、もう。やめよ、もう。はい。もうやめよ。もう、無理だ。もう、もういいや。もう、もういい、もういい。心が折れた。あ、いい、もう。全然いい。ほんと、アマチュアでした。はい。いやいや、もう、今日はいいや。いや、もう今日はいいや。いや、いいよ。いい、もう今日は、こういう日もあるさ。こういう日もあるよ。こういう日もある。
長くやってるとこういう日もあるよ。いや成田は無理、成田は無理マジで。俺はもうあの町には帰らないって決めたから。ニューヨークよりも遠いんだぜ成田って。いや来るぞこれ。これは俺の予感、バブル弾けたな。来るなこれ、とんでもないのが来るよ、ビッグウェーブが。マジで何かが弾けた音がした。結構デカめな音で、この枠でなんかね、すごい、なんかすごい何かが弾けた音がしたから、こっから苦しいぞー。マジか、3年間のニコ生の日々がなんか蘇るな。なんか調子いいなと思ってたんだよな。マジか、弾けたか、弾けたか。俺もね、2月あたりからおかしいなと思ってたんだよ、ちょっと。俺はね、2月あたりからね、これね、上げて落とす、これなんかあるなって思ってた。なんかあるなって。俺は、この日を恐れてたんだよ。俺は今日この枠を恐れてずっと3ヶ月もがいてきたけど、ついに来たな。来たな。これだ。よっしゃー、のりこ働かせるぞ。よし。のりこをソープに売ろう。明日の枠はそれだ。のりこを歌舞伎町のソープに売る枠からやろう明日。のんちゃんのソープ配信な。もう、うん、のりこ売ります僕。もうこうなったらのりこを、のりこを歌舞伎町に売り飛ばします、うん、高値で。それで今年いっぱい食えるはずだから、今年いっぱいは食いつなげるから、うん、のりこを売ろう。メルカリじゃ売れない。歌舞伎町ソープないんだ、うん、いや俺の宝物を手放すと聞きたな本当に。唯一持ってる財産、のりこ、うん、のりこは300は硬いと思うよ。手付金300は硬いね、うん、まあ一流のスカウトマンが見たら、まあ300はポンと出すと思うよ。のりこの売りは手こきだね。配信外でもタバコずっと吸ってるのや。いや、っていうか、ぶっちゃけた話、のりこと付き合ってからずーっと運気上がってるから、めちゃめちゃ上げまんだぞ。のりこと付き合ってから食えるようになってんだよ。のりこめちゃめちゃ上げまんだからね。手放さねえよ、バカ野郎。のりこだけは守るんだよ、俺が。何があっても手放さねえわ。ふざけんな。何お前ら、のりこを売り飛ばそうとしてんだ。ふざけんじゃねえよ。
墓場まで連れてくわ、のりこは。俺ののりこは手放してたまるか。売らねえぞ。黙ってろ、ヤクザかお前ら。人の心ねえのか。いや俺が体を売んの、まあ猫だからね。まあだから結論、やっぱりそういう話なんだよ。和道は猫だよ。やっぱり雑談たぬきに今日書かれるんだよ。今この瞬間も書かれるんだよ。やっぱり和道は猫って。メス猫和道だよ。ゲイ受け半端なくいいかな、俺。メス猫になろうかな。売れるかな。絆創膏貼ってるからね、うん、これゲイポイント高いでしょ、うん、なんたって絆創膏貼ってるからね。エチケットが半端じゃなくいいから、メス猫だからね。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。寝ます、また明日。マジかよ、おやすみ、バーカ。マジ？マジ？いや、マジ？そう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 。マジ？マジか？マジか？マジか、おい。マジか。おやすみ。おやすみなさい。いやー、これはない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 。これはない、これはない。粘ろう。こんなの寝れないって。これはないって。これは、雑談たぬきで。いやいや、もう、いや、無理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 。俺一応プロ名乗ってるわけだから。いや、いや、これは無理だって。ちょっともうちょい頑張ろう。これは寝れない、本当に悔しくて寝れねえよ。バーガーありがとう。いやこれはちょっと保険に関わるから、俺5年生だからやっぱり低学年のみんながやっぱりねびっくりしちゃうから、くれると思ったからね。マジか。そう、負け癖がつくとダメだから、人間って負け癖がついたらダメだから。一回ダメな流れ作るとね、ほんと引きずるんだよ。だからいい流れで眠りたいからね、俺は。いい流れで。いやー、花火キャラ、花火ゼロキャラはふわっちではクソだかんね。え、ウナに負けてんの俺もしかして。え？マジか。ウナ何位だろう。ウナ俺何位？63位か。
63位でウナは、ああ、ああ、おお、オッケー。俺はマイケル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 。よし。Ugh.